三木田前は、日本の政治家。日本維新の会所属の元衆議院議員。元兵庫県三田市議会議員。兵庫県西宮市生まれ。西宮市立成尾小学校。西宮市立学文中学校。兵庫県立西宮南高等学校卒業。1990年、関西大学社会学部を卒業し、大沢商会に入社。1九十二年、 会社。2004年9月、三田市議会議員初当選。2010年5月19日、2期目の途中で辞職。同年7月11日の第22回参議院、議員通常選挙に、比例区から立ち上がれ日本公認で出馬するが落選。2012年、太陽の塔を経て、日本維新の会に合流し、同党兵語県総支部代表代行。 同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙に兵庫5区から日本維新の開講人で出馬。自由民主党の谷光一に敗れたが、比例近畿ブロックで復活し初当選。当女性局長に就任した。2014年6月22日の日本維新の開文党に際しては、当初、石原慎太郎共同代表の新党、 次世代の党に参加する意思を会執行部に届け出たが、同月24日に、橋本徹共同代表の新党に参加先を変更する意思を表明、橋本グループ側にその旨書面を提出した。代表代行を務めていた日本維新の会、兵庫県総支部は、石原共同代表の新党に参加する、国会議員と橋本共同代表の新党に参加する、 国会議員とに分かれたことに伴い、一時的に事実上解散したが、その後7月6日に、清水隆之を代表として、新体制で再編成され、三木は総務会長に就任した。同年9月に、日本維新の会が祝いの党と合併して、維新の党が発足すると、同支部の体制は、維新の党兵庫県総支部として引き継がれた。 同年11月21日に衆議院が解散すると民主党は梶原康弘の公認を取り消し第47回衆議院議員総選挙における兵庫5区の候補を幹に絞ることとなった。しかし、両党本部による頭越しの決定は連合兵庫などの反発を招き落選。自民前職の谷孝一に対する赤配率も54.6%と 低く、比例区でも当選できなかった。2016年2月9日に、大阪維新の会衆院兵庫国支部長就任が発表され、10月11日付で、兵庫維新の会副代表就任が発表された。12月13日、党の情勢調査から兵庫国での当選は困難と判断され、衆院兵庫7区支部長へ倉替えとなったことが発表された。 2017年の第48回衆議院議員総選挙では自民党の山田健二に敗れ落選。2018年1月30日、日本維新の改衆院票後七区支部長就任が発表された。ありがとうございます。